お天気カメラ。お天気カメラとは、テレビ放送局や、最近は、インターネットの、主として、マスコミ系サイトでも公開されている、定点観測用のカメラ装置の総称である。放送業界では、点カメと省略して、言うことがある。また、NHK では、ロボットカメラ、民放では、情報カメラや、パノラマカメラなど、独自の名称をつける放送局もある。 TBS の朝の帯番組、モーニングジャンボ、1971年4月スタートの電気コーナーの中で生の朝の風景をリレー中継で結んだのが始まり。最初は、札幌、HBC 北海道放送、東京、TBS 東京放送、名古屋、CBC 中部日本放送、大阪、ABC 朝日放送、福岡、RKB 毎日放送、 あとに、広島、RCC 中国放送、仙台、TBC 東北放送など、機関局を中心として、順次拡大、リレー中継用の番組オリジナル曲も制作されていた。あとに、モーニングジャンボおはよう地球さん、おはよう720、おはよう7百8時の空といった、早朝の情報番組内で、 積極的に活用されたことから JNN 系列局にお天気カメラが順次拡大されていった。また時期を同じくして屋外に遠隔操作で動く現在に近い無人のカメラ開発が始まった。この後 TBS は独自の早朝お天気番組をスタートさせウェザーショー空飛ぶお天気スタジオでウエザーリエをキャスターに黒巻合成で各地と中継でお天気カメラとケ JNN 系列においては、この番組の開始を契機として、ほぼ全局で、最低1カ所以上にお天気カメラの設置が完了した。TBS は、モーニングジャンボスタートと同時に、全天候型屋外用電動線海外、処意、リモコン運台を使用し遠隔操作が可能となった、ことから、お天気カメラと命名。以後、他社、他局の同様のカメラも同じ名前で呼ばれるようになる。 ちなみに、初期のお天気カメラはスタジオで使用されている、大型カメラを一部改造して使用しており、カメラハウジングも当然大型なものであったため、設置には大変な苦労が伴っただけではなく、現在のような処理、リモコン運台が開発されていなかったことから、カメラ映像は上下左右の移動もできず、ズームもできなかった。ただ、それでも、当時としては、屋外の現在の様子を知るためのものとして、 画期的なものであった。テレビ番組では、主として、報道、情報番組のタイトルコールや提供クレジット、CM 前の急カット映像などに使用されているが、主としてその地域の主要交通ターミナル所在地や、放送局者の屋上ら撮影した映像が、中心とされている。また、昭和天皇の病状報道、1988年9月は、お境として、テレビ局が、 災害や重大事件が発生した場合に備えて、テストパターン映像代わりのフィラーとして放送し入る、つぼねも多い。さらにカメラで撮影できる、範囲内で火災が発生すると、発生現場方向を撮影し、ニュース映像として使う場合もある。また、リポーターやディレクターだけを中継先に派遣し、中継車を使わずにお天気カメラの映像を通して、中継を行う番組もある。 日本テレビのラジカル、ラジカル、思いっきり DN、ポン、が有名。この場合は、音声を取るために携帯電話を主に使用している。屋外運用なので、カメラにワイパーが取り付けられるものが多い。レンズに雨粒や異物が付着した時は、運用時間外に操作するが、ごく稀に本番中に操作を行うことがある。お天気カメラは、 周辺の様子が捉えやすい場所、目的を持って、その目的被写体に近い場所などを選ぶケースが多いが、一般的には各社の社屋屋上や隣接地のビル屋上などに設置するケースが多い。さらには公共機関が建設した公共施設に取り付けられるケースも最近は少なくない。この場合のメリットとしては、場所使用料が無料もしくは格段に安く配慮。 されているという点が挙げられる。主に、こういった場所に設置されることが多いようである。変わった場所としては、こういった場所への設置例も存在する。さらに、期間限定で、特定の場所に設置されるケースもある。この項の内容は一部口述されているものもある。この項に限っては、お天気カメラの名称を NHK が故障している、ロボットカメラで統一する。 警官地などに期間限定で仮設されるロボットカメラは特に大きな足場を組んで選挙するケースも少なくなく観光客から品縮を買う例も見受けられる。NHK では大規模災害や現在進行形の大きなニュース、立てこもりやバスジャックなどが発生した場合深夜の時間帯を特別編成にする関係からフィラーとしてロボットカメラが撮影した絵を放送する場合がある。 NHK は富士通製のリアルタイム伝送装置と NTT コミュニケーションズの常時接続 IP 網フレッツ ADSL 光を利用してロボットカメラの集中管理システムを構築し347台2013年4月現在を設置運用している各情報カメラからの映像は HDSD 両対応のリアルタイム伝送装置により H264 形式に圧縮され IP モーを利用し NHK 放送センターと大阪放送局へ伝送される。通常は高回線を利用して伝送するが ISDN ADSL 回線を使用している場所もある。またリアルタイム伝送装置には定点カメラ制御用の RS-232C 端子がついているため各放送局の制御端末では 担当区域内のカメラの制御が可能であるほか、NHK 放送センターと大阪放送局の制御端末からは全国すべてのカメラの制御が可能となっている。さらに、伝送装置には音声入力部、ステレオ対応もついているため、同システムで利用する定点カメラにはマイクが付加されているものが多い。この他に、戸越、谷中、亀有、新橋、摩川、豊見、 NHK 放送技術研究所、渋谷駅西口、浦安、千住、北新宿、銀座、六本木ヒルズ、川崎マリエン、川崎市川崎区、山手、横浜市中区、桜木等にも設置されている。その他、河津、下田、西伊豆、松崎町、八重津、尾前崎、尾前崎東大及び浜岡原子力発電所資金などにも設置されている。 カメラの維持には場所代が必要なケースもあり、それとは別に回線の付設やカメラ自体の維持管理などにコストがかかる。このため下半型の臨時お天気カメラなどは設置しづらい状況にあるか、最近の通信環境の劇的な変化に伴い、インターネット通信網や光ファイバー通信網などを利用した新しい形のシステムが登場している。例として TBS が八丈島に 初めて設置した IP お天気カメラが挙げられる。TBS では、その後、八丈島を常設とする一方、別の新たな IP 伝送式過半型お天気カメラを導入しており、2008年末までに、上野、シノバズイケや神奈川、松田町、神奈川、箱根町などで、期間限定の運用実績を持つ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。